あのこれ BMW のなんていうやつですか。 K100 の RT ですね。 RT だから一番初期のやつです。だってもうこれ平成登録だから、はい、37年経ってますよ。ああ、それでもこのレベルで維持できるって大したもんですね。ここまで綺麗にしたんですよ。手放したんだけども、これはこう行くもんね。まあこれを機会にまず一つよろしくお願いします。はいはい、ちょっと2サイクルでここに乗ってくるのは勇気がいります。はあ、わかりますわかります。僕が最高どこが行ったかな、新潟まで行きました。ああ、500で、で鳥取かな、500、あの H2 やったら鹿児島行きました。 H2 はね、あんまり乗らなかったんですわ。うん、H2 買ってすぐ水岸にあったんかな。はいはい、 H2 も今高いでしょ。僕ら昔当時ね、フルレストア車で250万。ああ、うん、これで100万のやつとね、2台持ってたんですよ。はいはい、で100万のやつはこのなんていうのね、デストリビューター、はい、あれが行かれとってね。ディストリビューター行かれとってあれ、直してね、鳥取の、はい、あのフラット紹介っていうサイトカーの、あそれが友達なんで昔から、うん、ここに行って助けてもらったんだ。だからそんなに乗れないよ。宝くじが当たるように乗っとってください。わかりました。H2 クラッチ重たいでしょ。H2 クラッチ重たかったでしょ。 H2 ですか。はい、うん、H2 は、はい、あれ、あの油圧クラッチにしてるんですよ。ああ、油圧クラッチめっさ軽いですよ。H1 も重たかったですよ。うん、H1 も H2 も重たかったんでね。 H1 の方はね、山あのワイズギアの油圧クラッチ、半油圧にして、うん、アルチの方は完全油圧クラッチ作ってもうたんですよ。これはクラッチ握らしてもらうとよろしい。はいはい、あ、柔らかいな。これは柔らかいですよ。あ、向こう触ってください。めっさ柔らかい。テキエスなんかもね、うん、もう重たかったですよ。ですね、これも油圧入れるまでめっさ重たかったんやけどね。そうそう、あのね、ケース加工を見えないようにね、そこまでもこうやって引っ張ってやったんですよ。こっから先はな、ほんとに引っ張ってるやつで、ピストンの向きに入れて、これなかったらもうロングツーにも無理です。もうダメです。もう無理です。H2 は、クラッチの、アクセルワークとクラッチで傷んでしまいますんでね。今はもうあれです。はい。ツーサイクルばっかり。あ、僕とほとんどほぼ一緒ですね。そうさっきばっかりね。もう僕らの世代がね、ミニトリとか GR とかね、あの乗ってましたし、 DT1 とかね、DT1 に乗っとった頃なんで、デスロックとかね。ねえ、僕らはあの MR とか、うん、あのハスラーとかの世代なんでね。よし、じゃあ、あ、どうぞ、行ってらっしゃい。すいませんね、なんかバタバタして。いやいや、また気楽に遊びに寄ってください。ゆっくり行きますわ。うん、あの間抜けれるか、こっち抜けた方がいいかな。こっちの方がいいでしょうか。ですね、わかりました。そう、1台。はい、あらです。じゃあどうも。